リヒャルト・フォン・バイツ・ゼッカー。リヒャルト・カール・フライ・ヘア・フォン・バイツ・ゼッカー。1920年4月15日から2015年1月31日は、ドイツの政治家、貴族、男爵。キリスト教民主同盟、セディ所属。西ベルリン市長、在任。1981年から1984年、第6代連邦大統領、在任。 1984年から1994年を歴任。外交官、エルンスト・フォンバイツゼッカーの息子として、シュトットガルト・シングーデンの遺室に生まれた。兄二人と姉が一人。長兄は哲学者、物理学者のカール・フリードリヒ・フォンバイツゼッカー。祖父カール・フォンバイツゼッカーは、ビュルテンベルク王国文化賞、首相を歴任し、1916年に、 世襲の男爵、フライヒーヤの称号を授与された。父親の転勤に従い1920年から1924年に、スイスのバーゼル、1924年の1926年は、デンマークのコペンハーゲン、さらに1931年から1933年に、ノルウェーのオスロ、1933年の1936年は、再びスイスのベルンで過ごし、 1936年にベルリンに戻った。1937年にベルリンのギムナジウムを卒業し、イギリスのオックスフォード大学やフランスのグルノーブル大学に留学して、哲学や歴史学の講義を聴講した。1938年、勤労奉仕義務のためドイツに帰国。同年兵役でドイツ国防軍に入営し、 ポツダムの第23不評師団第9連隊の機関銃中隊に配属された。同じ連隊に少尉として時系のハインリッヒがいた。1939年9月1日にドイツがポーランドに侵攻して第二次世界大戦が勃発。彼の部隊はポーランド侵攻作戦に参加する。開戦翌日、9月2日のブイトボシチュ近郊の戦闘で 彼から数百メートル離れた地点で時計が戦死した。部隊はルクセンブルクとの国境に配置転換され、バイツゼッカーはそこで法務士官の教育を受け、西方電撃戦に参加。1941年には東部戦線でバルバロッサ作戦に参加、ソ連軍と戦う。1941年夏に最初の負傷をして4週間を野戦病院で過ごした。 1942年に陸軍総司令部付の連絡将校となるが、中尉に昇進するとすぐに、前線の自分の部隊に復帰し連隊長付副官となった。後に予備役隊員となり、1944年5月には、ローマ教皇庁に大使として派されている父を訪ねて、ローマに赴いた。同じ部隊の戦友には、ヒトラー暗殺計画に参加していた将校がおり、 計画を打ち明けられていたという。1945年3月に東プロイセンで継承を追い構想され、同年5月8日の終戦時はリンダウにいた。1945年に学業に復帰し、月ゲン大学で歴史学と法学を専攻。しかし1947年から1949年までナチスドイツの外務次官として、 ニュルンベルク裁判で裁かれていた父の弁護に関わるため休学。担当弁護士の事務所でアシスタントとして研修、父親の弁護を手伝った。1950年に司法修習生。1953年には国家司法試験に合格。1955年には法学博士号を取得した。1953年にマリアンネ・フォン・クレッチマン。 マリアンネ・フォン・クレッチモンと結婚し、4人の子に恵まれ、うち3人は異なる分野で、大学教授に就任していい。1953年から5年間、マンネスマン社で、法律顧問などとして、働きマンハイムとデュッセルドルフに住む。その後1962年まで妻のエンコの銀行に、勤務、1966年までにある、ベーリンガー、インゲルハイ社に勤務。 1954年キリスト教民主同盟、セディに入党。党の連邦代表委員を1966年から1984年まで務めた。1966年にドイツ連邦議会選挙への出馬を進められるが、当時ドイツ福音主義協会大会、キルヘンタークの議長職にあったため辞退した。1967年から1984年まで、 ドイツ福音主義協会、イークドツネ議員も務めた。1968年、ラインラントプ・ファルツ州の党代表だった、ヘルムート・コールに、初めて党の連邦大統領候補に推薦されたが、党内投票で、デアハルト・シュレーダー国防相に敗れた。1969年、ボルムス選挙区から出馬してドイツ連邦議会議員に、初当選。 1981年までの4期にわたり、連邦議会議員を務めた。1971年に、セディトーシュライナー・バルツェルにより、党の政策調査会長に任された。その成果は2年後の党大会で発表されて、議論を呼び、1978年の党綱領に盛り込まれた。1973年には、党の連邦議会院内総務職に出馬したが、決選投票で、 院内副総務のカールカルステンス破れた。1974年の連邦会議において、バイツゼッカーは、セディの連邦大統領候補となったが、ドイツ社会民主党、SPD、自由民主党、FDP の連立与党がオスバルターシェール、FDP に破れた。1976年、コール率いる影の内閣に入閣。 1979年から1981年まで、ドイツ連邦議会副議長。1979年、初めて西ベルリン市長候補として、西ベルリン市議会選挙を戦い、第一党を獲得するが、政権奪取はならなかった。1981年の市議会選挙では48%の高得票率でセディは、再び第一党になり、バイツゼッカーは、 西ベルリン市長に就任した。1983年11月、恒例を理由に連邦大統領の再任を辞退したカール・カルステンスの後継として、バイツ・ゼッカーはセディの連邦大統領候補に選ばれた。1984年5月23日の連邦会議において、第6代連邦大統領に選出され、7月1日に就任した。 バイツゼッカーは、その拡張高い演説によって、ドイツ内外に感銘を与えた。1992年には、目先の選挙の勝利にこだわりすぎる格闘な党派性を、批判する意見を、リーツイト、ダイツイト紙に寄稿するなど、すべての政治的党派を超え体心を保持した。1989年5月23日に、連邦大統領に再選されて2期目を迎えたが、この時は、 対立候補がいなかったため、候補者がバイツゼッカー一人であった。これは、ドイツ連邦共和国が建国されて、以来、唯一の例である。ドイツ国民の敬愛ぶりは、在任中の1988年に、彼の名を冠した学校が設立されたことからも、伺える。日本でも、アレノの40年、日本語訳は、岩波ブックレットと題する。 1985年5月8日の連邦議会における演説の中の一節、過去に目を閉ざすものは現在に対してもやはり盲目となるで知られる。過去についての構えである罪と未来についての構えである責任と区別し、個人によって罪が異なるとしても共同で責任を果たしていくことを呼びかけた。同時に若い人たちにお願いしたい。 他の人々に対する敵意や憎悪に借り立てられることのないようにしていただきたい。敵対するのではなく、互いに手を取り合って生きていくことを学びほしい。我々政治家にも、このことを肝に明示させてくれる諸君であってほしいとも、述べた。この日は、ドイツ降伏40周年にあたり、バイツゼッカーは、この記念日を、ナチスの暴力支配による非人間的システムからの解放の日と形容をした。 他にも自由民主主義体制において必要な時期に立ち上がるなら後で独裁者に怯える必要はない。つまり自由民主主義用語には法と裁判所だけで不足で市民的勇気も必要などがある。在任中に1990年10月3日のドイツ再統一を迎え統一することとは分断を学ぶことだと題する演説をして新たに加わった国民。 旧東ドイツ国民を歓迎した1994年6月30日の連邦大統領退任後は国家の言動であるにもかかわらず政治及びの事前事業の第一線で活躍し続けていた。ゲアハルト・シュレーダー政権によってドイツ連邦軍改革委員会議に任命された。また、スリー・ワイズメンの一員として欧州委員会に任命され、 EU 統合の過程を担っていた。またローマクラブ会員でもあった。2015年1月31日、ドイツ大統領府がバイツゼッカーが死去したと発表した。2月11日、国葬がベルリン大聖堂で取り行われた。1985年5月8日の連邦議会での演説の中の過去に目を閉ざすものは、結局のところ現在にも盲目となります。 長井清彦役という有名な一説は演説が行われた当初は特に注目されていなかった。この一説を日本で最初に見出しにしたのは岩波書店の雑誌世界1985年11月号で朝日新聞も同年11月3日にコラムで取り上げている。岩波書店はさらに1986年2月に演説全文を掲載したブックレット 1991年には単行本を出版している。この頃からこの一節が有名になり、歴史認識で批判するのにも使われるようになった。しかし、演説の3日前に、コール首相とレーガン米大統領が、ナチス親衛隊も埋葬されているビットブルク墓地を訪れ、バイツゼッカーもレーガンに謝意を述べている。また演説の中には、謝罪に当たるものはなく、民族全体に、 罪があるということはない、当時に子供だったり生まれていない、人たちが自分が手を下していない行為に対して、罪を告白することはできない、などと述べている。稲なくは、これは、日本の政治家が語れば、暴言と批判されるかもしれない内容であり、バイツゼッカー演説は、史実とは異なる、神話になった、と述べている。バイツゼッカーは演説の中で、ソ連も自らの利益のために、 ポーランドに侵攻したとし、ヒトラーの台頭を、英仏が放置したことは、無実とは言いかねるというチャーチルの言葉を引用し、戦後の東欧からのドイツ人追放で、ドイツ人は不正に晒された、と述べた。日本政策研究センターの岡田邦博は、これは、日本の首相が、日米海戦は日本だけではなく、米国にも責任があると述べ、満州でのソ連の蛮行やシュベリア抑留に触れる。 ことにも等しい行為であるとし、演説が戦勝国側の日にも触れている点を評価した。主なもの、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。